ドワイト・トーマスは、ジャマイカのキングストン出身の陸上選手。専門は100メートルだったが、近年は110メートルハードルに移行している。北京オリンピックの400メートルリレーで、金メダルを獲得した。身長は185センチメートルで、体重は82キログラム。1998年の世界ジュニア、陸上選手権で、銅メダルを、 獲得、2000年のシドニーオリンピック、2004年のアテネオリンピックに出場、2005年世界陸上選手権では5位、同年に行われた第3回 IAF ワールドアスレチックファイナルでは、銅メダルを獲得した。2007年世界陸上選手権の400メートル、リレーでも銀メダルを獲得している。2008年の北京オリンピックの400メートル、 リレーの予選に、マイケル・フレーター、ネスタ、カーター、アサファ・パウエルと共に出場し、予選で、カナダ、ドイツ、中国を抑えてその組トップ、16カ国中2くらいのタイムで、決勝進出を決めたが決勝には、ウサイン・ボルトが出場することになり、彼はメンバーから外れた。決勝ではジャマイカは37秒10の世界新記録を出して、金メダルを獲得した。 予選の走者であったため彼も金メダルを受け取った。2009年の世界陸上選手権では110メートルハードルに出場。決勝進出を果たし、結果は7位であった。2009年8月28日、110メートルハードルで13秒16のジャマイカ新記録を樹立した。2011年6月9日、 ダイヤモンドリーグビスレットゲームズの110メートルハードルで13秒15をマークし、自身のジャマイカ記録を0秒01更新した。ありがとうございます。